胸を、胸を、そして、おつじ、おつじ、お前ら何やってんだよ。全く分かってねえな。だから成田なんとかっていうのに、老人は集団自決しろって言われるんだよ。お前らが、そこにいて、なんとか議長とかなんとか委員長とか振りかざしてっからだよ。もうそろそろ、引退して、隠居しないとね。いやもういいよ。なんか、人のためになってるんだったらいいけど、なってないもん。いや、さすがに、君たち、迷惑でしょ。え?おつじ?なんとか?もう家帰って、奥さん子供大事にしろよ。え ?75 歳?鈴木宗男?もう宗男ハウスはいいよ。まだまだ私腹肥やしたいのかな?いや、でも、一旦影響力持っちゃうと、なかなか自ら退場ってのはしにくいかもしんないよね。だからこそ、成田なんとかっていうのに、ねえ、老人は集団自決しろって言われちゃうんだよ。他のご老人が迷惑してるよ。ね。今の70代、80代が、おつじ、宗男、この両名と同じようなもんだと思われたら、さすがに他の方、つつましく生きてる方、気の毒だよ。まさに、オイルショック。オイルショック。さあご一緒に、オイルショック。成田。